これダブルバックボア削る前ですよね。このバックボアは。ダブルバックボア削った後ですね。これだけ入ります。まあいろんな、誰もが同じ効果があるというのは、難しいと思いますけども、僕の場合は効果があったと思います。それから、これは楽器に装着する、まあ重りですけど、今のところ成功してないですね。一時いいかなと思うんですけど、後でちょっと吹きづらくなります。これはマウスピースにつけるアタッチです。はい、こういう形で。こういう形でつきますけど、この前東大の応援団の方に一つあげたんですけども、非常にクラシックのバックと 5C だったんですよね。 5C にこれつけたら、マーチのような激しい応援団の野球の応援の時もそれで対応できたそうですよ。まあこういう効果もあります。これ近々ヤマハで販売します。これメッキしたり、このテーパーのつけてあってですね、真鍮から削り出してますんで、まあちょっと値段が2000円なんですけども、参考にしてください。これはクラシックの楽器で応援とかマーチとか、そうですね、ちょっとバリ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 パッパッパッパタンギングしなきゃいけない時に、このサウンドスポット、まあ一応サウンドスポットになりますよね。結構効果がありますので、ぜひ一度試してください。ヤマハに置いておくようにします。中川音楽事務所に、ご連絡いただいてもいいと思います。はい。